どうぞ。この家どうぞ。トラ、トラ、トラ。この家どうぞ。トラ。皆さんおはようございます。日曜日の朝7時です。今回のビデオでは仕事がない平日じゃなくて週末の1日を紹介させていただきたいと思います。まずはトラのミルクを作っておきます。だいたい6時半から、7時半ぐらいで起きてくるんで、起きる前に作っておきます。結構溶けにくいんで溶かすのがちょっと大変です。これを冷やしときます。ミルクの湯ができたんで、次はバーバが揚げやすいようにヨーグルトとシリアルとフルーツを作っときます。最近買ってるのはオーガニックのホールミルクのノーシュガーヨーグルトの瓶できました。シリアルはここに入ってるんですけど、ミルク入れるだけです。オーガニックのイエローマンゴー、これを切って用意しておきたいと思います。こんな感じでちっちゃく切りました。バーバ用のコーヒーも作っておきます。これを使い分けてます。3人分の準備ができました。今日はオフェンスの練習の日なんで、今からリストコーチの準備して、ちょっとプレーの復習して覚えていきたいと思います。行ってきます。今フィールドに着きました。今日はだからヘルメットとあとショルダーパッドもつけます。I love baby Tora. Oh, I love Papa. We had a good day today. Today was our first day in pads for the season. It's been a while since we like had to put pads on for the first. So yeah. That's all you have to say? That's all I have to say. Okay. You couldn't work. Do you have something to say? I did a great job today. You did a great job today? In defense? I mean, I've already seen you in offense, but... No, I just have to be more aggressive. More aggressive? Yeah. Yeah, me too. And then blocking, jamming. Yeah. Me too. So I feel bad for the rookies, but I'm gonna... You're not gonna go But that's what's gonna happen in the game. No, that's what you're supposed to do. That's what you're supposed to see. Since you're supposed to see. I'm gonna get lost and I'll get it out. If you're not. 終わりました。頭ボッサボサ。今から帰ります。今日はオフェンスの日なんですけど、コーチがルーキーたちに一生懸命オフェンスできるかどうか一人ずつ試してたんで、ほとんどディフェンスやらされてました。今シーズンの目標はやっぱりもっとアグレッシブになって、で今日はそれができたから、まあ結構自分なりには良かったと思います。試合になったら練習中のスクリメージとかの10倍ぐらい激しいプレーになるんで、ディフェンスとかいろんなことされるんで、なのでそれに備えたいと思います。ここに荷物が届きます。トラの靴、じゃーん。開けて、トラ開けて。鍵のがいいんかい。カイリー、トラかっこいいやん。食べ物ちゃうよ。食べ物、食べるもんちゃうよ。
サーモン 2-3 キロ、卵48個、オーガニックイエローマンゴー、オーガニックバナナ、オーガニックほうれん草、オーガニックキュウリ、オーガニックリンゴです。何でも買ってくるよね。今コスコから帰ってきました。試合なんで。これから準備します。今8時15分からの試合に行ったんですけど、試合が始まってワンプレーでタッチダウンが決まって、次のプレーで私がエキストラポイントタッチダウンを決めて、その瞬間フィールドの電気が真っ暗になって、今日は解散になりました。なんで来週は2試合あるそうです。本当数分しか今日はやらずに試合が終わりました。9時過ぎたんで。